フライのありがとう。レオ、バチコリッキー。今日はね、2人なんですけど、まあ何ができるかって考えたところね、まあ、僕らやっぱ何といっても本業は美容師。そうですね。じゃあね、ってことはやっぱりこう毎日、まあ、たくさんのお客さんをねセットしていってると思うんですよ。しまくってますね毎日。せえへん時もありますけど。というわけでもう感覚は十分やっぱりこう身についてるわけですよ。つまりはもうこれ何も見ないままセットしてもできるんじゃないかなと思って。まあ余裕ですね。せやから普段とはちょっと変えてみて趣旨を、現役の美容師2人どこまで目隠しでセットできるかっていうのをねちょっと検証していきたいと思います。ルールは簡単です。目隠ししてもうワックスとかもやっぱりもう僕らもう触り心地からもう形からもうなんか匂いね、匂いから全てをもう覚えてるんで、もうワックス選びからもう目隠しできます。制限時間は10分でセットして、まあ、どっちの方が高いクオリティでセットできるかっていうのを競っていきたいと思います。それでは本編の方どうぞ。ここから高田の挑戦です。よーい、スタート。お願いします。お願いします。ドライヤー、ドライヤー、すいません、はい、ドライヤー、はい、ドライヤー、あ、OK です。 OK、 最高。頭の場所は、あ、あります、あります。結構ハイダメージなんで、うん、乾かしすぎたらちょっとパサつくんで、ちょっと半乾きぐらいでセットしていきます。ポイントは半乾きね。ツイストパーマ当たってるんで、スロットを活かしながらセットしていきます。で、ちょっと今からワックス選びます。これを開けてみましょう。あ、これエレベートの10番ですね。これ違います。あ、これです、これです。これが、これはエレベートの8番ですね。 8F ですね。 8F にちょっとツヤ欲しいんで、ツヤはあ、こいつ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 ですね。これモデニカナチュラルです。もう正解。もうグリースです。オッケー。で、これちょっとつけすぎたらちょっとベタつくんで、3対1ぐらいでちょっとちょんと足します。もう分かりますよ、触った食感で。食感、はい。ちなみに残り6分です。あ、6分で急ぎます。はい、頑張ってください。で、後ろからちょっと、あれ、髪の毛ちゃうそこ。後ろからちょっと中間毛先メインでつけながらひたすらなじませていきます。すごいな、見えてるな。見えてるでしょ。見えてるぐらいのなんか付け方やな。それ足すときどうするの。足すときはまた探します。まだワックス探します。で、ちょっと前髪ちょっと外しながら。すごいね、前髪の位置分かってんもんな。もうひたすら、コツはひたすら手を振る。残ったワックスで前髪を。残り5分でございます。あ、ちょっと足します、ワックス。オッケー。あ、50番ですね。これ間違えました。それじゃない、これです、これです。ありました。え、これ10番、これ10番じゃん。残り4分半。もう見えてます、この感じは。もうなるほど。ここ鏡を見ながらね、ちょっとシルエット整えて、うん、で、襟足もちょっと外に出して前から見るような感じで、ちょっとこの辺でもね動きほしいんで、ちょっと束を裂きながら。これ着てるっすね、もう風邪来たよね。あ、これバチコリっす。バチコリ系、まさにバチコリ系。うん、いい感じですね。もう触った感じでわかります。触った感じがもうバチコリ系、はい、もうただのツンツン感が。あ、まあ、誰がパーマってたよな。僕でーす。僕が出ましたよ。でも、おすすめのパーマってことだよね。おすすめですね。おすすめパーマ、これ何パーマですか、はい、これツイストです。ツイストパーマー。こんな感じじゃないでしょうか。もういいんですか。完成です。はい、素晴らしい。じゃあ行きますよ。完成を撮ってみてください。領域変態。おっと、こんな感じ。前髪がなんかあれで台風降ったのではないですか。前髪、これが高田の本気のセットです。真ん中だよ。コーヒーの巣みたいになっとけど大丈夫。いけ、真ん中割れてるっすね、なんか。よっしゃ、それでは短時間挑戦です。はい、じゃあお願いします。よーい、スタート。ちょっと探してますね。これ。オッケー。これムスムスムス。この子はちょっと根元がだいぶ潰れやすいんで、ちょっと初めに毛先のパーマ感をちょっと復活させて、根元はこれドライヤーで浮かします。なるほど。毛先にしかつけません。デコ広。ここしっかりしてますね。だから真ん中がこの辺。お。だからずらしてこの辺やな。これぐらいやった。俺ね、そう、これぐらい。何も言ってくれんやね、そら。なるほど。ジャック風で。
弱風で根元を上げてきてる。お前上がらなさそうやな僕難易度マックスですよ。もうぺっちゃん声になるんで、ね、根元の部分を立ち上げます。これ結構あのセンターパートをスリコを使ったらそうやと思うんですけど、根元のここの立ち上がりがほんとめっちゃ大事なんで、大事です。ここをしっかりと立てていきます。まるで見えてるかのようですね、もうこのドライヤーの仕方が。もう見えてる感覚で全てが分かるから。温めて冷まし上げるのがいい。なるほど。髪の毛って基本的に温まった熱の状態から冷める瞬間に肩がつくんで、と解説したら6分ですね。ある程度根元が乾けばこれだけ。これデイライトの黄色。おっ、大体ああいいぐらい、これぐらい見える見えてる。なるほど、これぐらいです。これぐらいですね。お、しっかり馴染ませます。あと5分ね。5分です。だいたいこれぐらいの伸びた感じ、伸びないぐらい。もう分かんないですね。もう分かんないの。ここの根元をね、浮かしながら裂いていって、で多分ね、目尻がこの辺ですよ。目尻なんですよ、これが。で、この辺が隠れてほしい部分ですよ。だからここに毛を持ってきてあげる。なるほどなるほど。多分ある程度形できていると思うんで、そうじゃないですか。はい。これがスプレーと思います。スプレーですね。はい。え、ちょっと違うな、なんか押すところの形が違う。ちょっと形が違うらしっぽいですね。なんか押す場所が違う。中野のやつか。お、あったあったあった、これ、あ、これや。あ、トリエの順番。根元にこう振っていきます。乾かかった、ほんまに。大丈夫ですよ。残り2分です。オッケー。で最後この辺を固まる前に最後の微調整。こんな感じやと思います。こことフロントのこのラインが、基本的に見た時のシルエットになるので、ここをしっかり作ってあげるといいと思います。以上です。お、割といいんじゃない？割と形はね、形はこんな感じです。気持ち悪い。え、割と？マジちょ、え、思ったより良かったけど。え、ここのセンターパートライン綺麗ですね、結構。うん、びっくりした。ボリュームの出し方の。出てるな。はい。意外に。ちょっと縦長すぎた感はあるけど。膨れてる。よかった。あんだけ力説しとって。なんだかどうしようと思った。え、てか思ったより、あの前髪の落ちる位置が個人的にぴったりすぎた。ここっすね。うん。ここもいいっすね。いいライン出てますね。そうそうそう。よかった、よかった。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様でした。目隠しセットね、難しいです。難しいね。はい。いや、思ったよりできた。結構綺麗にいきましたね。俺は割と思ったよりできた。やっぱもうこれがね、美容師1年、もう僕の方が1年先輩ですけど、それの実力なんじゃないかなと思います。まあ、なんかね、そうですね。もし、まあ、僕のセットが良かったとか高田のセットが良かったとかあったらコメント欄とかで教えてもらえるとすごく嬉しいです。お願いします。皆さんどちらが好きかだけコメント欄で教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、フライでした。